はい、こんにちは。今回は、第一次世界大戦、略してこう書きます。の実際の経過について見ていきましょう。じゃあ今回、第一次世界大戦見ていくにあたって何を見ていくか。まず第一次世界大戦は何だったかというと、主にイギリスを中心とした、えー、国々と、ドイツを中心とした国々の戦いでした。で、イギリスの仲間に、 ロシアまあロシアも前カタカナだったんですが1文字で書いちゃいましょうでフランスこっちは仏と書いてフランスと呼びますが味方としていましたでドイツの仲間たちなんですがあまり頼りないのであのそこまで、えー、覚えなくて大丈夫です主に戦ったのはドイツですでこのドイツが戦、えー、彼らと戦いを繰り広げます今回それについて見ていきましょうまず 西側で戦いが起きますドイツがフランスに攻めていきましたでここで起きた戦いがマルヌの戦いこれを覚えましょうドイツとフランスの戦いですでこれによってどうなったかフランスがドイツの攻撃を食い止めますで食い止めてその後こちら側ドイツの西側なので西部戦線 と呼ばれるドイツとフランスの戦いは長期戦へともつれ込みます長期戦になっていきますで、東側ロシアとの戦いはどうだったのかドイツがフランスを攻めている間ロシアが背後を突こうと攻めてきますで、ドイツこれに対して防御戦闘を繰り広げますこの戦いを タンネンベルクの戦いというふうに呼びますでこのドイツとロシアとの戦いを東側なので東部戦線というふうに言いますでちなみにタンネンベルクの戦いですがドイツがロシアに勝ちますつまりロシアの攻撃を食い止めましたでどっちも攻めたけどうまく決まらないっていう 長期戦へともつれ込んでででくくわけけすす引き分けが続くんです、ね、で長期戦になると軍隊だけじゃなくて他の国民全体の力を使って戦おうというふうな流れが起きてきますでそのような中で国のすべての力を使ってでも勝つと軍隊以外でも戦うぞというふうな えー、考え方が起きてきてますでこのことを総力戦という,ふうに呼びます、まあ、詳しくやればきりがないんですがイメージとして国の全体の力を使って戦う総力戦というふうに覚えておいてください。ということで今回、えー、まず2つの戦いを覚えましょうマルヌの戦いとタンネンベルクの戦いどっちが戦ったんだというふうなことをまず覚えてください。で総力戦これが第一次世界大戦の特徴と言われるんですが。 総力戦といいいう言葉も覚えておいておくださいちなみに補足しとくとイギリスはフランスの味方ととしててドイツと戦っていますただドイツ3つの国を相手にしても一歩も引かないんですよなので強すぎるんじゃないかと思う人もいるかもしれません実際に強いんですじゃあイギリスこのままじゃ勝てないどうしようかというのが次回の話になります とということで今回、まあ、まとめておくとドイツ強いねって話なんです。ということで次回はイギリスがどうするのというのを見ていきましょう今回はこれで終わります。